突然ですが皆さんは自動車税が高すぎると思ったことはありませんか？先日当チャンネルで約5000名を対象に自動車税の金額についてアンケートを実施しました。その結果、日本の自動車税を高いと感じる人が 97%、 安いと感じる人が 3% となりました。これを見てわかるように、自動車税の負担が大きいと感じている人がほとんどです。事実、先進国の自動車税を比較すると日本が圧倒的に税負担が高いのがわかります。そこで今回は、自動車税の使い道は、二重課税問題とは、 15% の増税とは、など9割が知らない自動車税の闇についてアンケートをもとにランキング形式で紹介していきます。後半では皆さんからいただいたコメントも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速見ていきましょう。自動車税の闇3位、自動車税の使い道。そもそも自動車税が導入されたのは1950年まで遡ります。当時、自動車は裕福な人しか所有できない贅沢品だったため、この税金が導入されました。1970年代にはマイカーブームが到来、自動車は庶民の足として急速に普及しました。今では自動車は庶民の足となっていますが、自動車税は継続しています。軽自動車は年1万800円、普通車は年2万5000円から11万円が課税されています。自動車イコール富裕層しか買えないという時代ではありませんが、自動車税は依然として存在します。そして自動車重量税が導入されたのは1971年、当時の総理大臣だった田中角栄の下でした。本来は重い自動車が走ると道路が劣化するという理由で、道路整備計画の財源不足を補う目的がありました。当初は道路を作るという明確な目的がありましたが、時代が進むにつれてその目的は次第に薄れていきました。特に注目すべきは2009年の法改正です。この年に自動車重量税が一般財源化され、それまでは道路の整備および保全のために使われていた税金が何に使ってもいいことになりました。こうして自動車重量税は本来の道路を守るという目的からかけ離れてしまったのです。自動車重量税が道路のために使われなくなった背景には、平成19年度に特定財源税収が歳出を大幅に上回り、道路建設費が黒字になったという事実があります。本来であれば、この時点で道路のためという課税理由は失われ、税金の減額および廃止が議論されるべきだったはずです。しかし実際には税金は維持され続け、さらに何にでも使える一般財源に変更されました。自動車税や重量税は車を所有しているだけで支払わなければなりません。日本では車を購入するとき、所有しているとき、走行するときの3つの場面で重い税金が課されます。したがって車を保有するコストが非常に高く、他国と比べても負担が大きいとされています。例えば日本の自動車税の負担額はイギリスと比較すると約 1.8 倍、ドイツと比較すると約 5.5 倍、アメリカに至っては約29倍という試算もあります。今後も減税がなく税金の徴収が続くのか注目していきたいですね。自動車税の闇2位、13年経過で 15% 増税。新車登録から13年を経過すると自動車税が急激に増加する現象、いわゆる重加が自動車ユーザーに大きな負担を与えています。エコカーではない軽自動車であれば、13年未満の自動車税は年1万800円です。しかし13年が経過すると年1万2900円に負担が増えます。
この増加率はなんと約 20% です。さらに普通車でもエコカー以外だと13年未満は年2万5000円から11万円です。しかしこちらも13年が経過すると年3万3900円から12万7600円に負担が増えます。この増加率は約 15% になります。ではなぜ古い車に対してこのように自動車税が増えるのでしょうか。その理由は古い車が排出するガスが地球温暖化や大気汚染に悪影響を与えるとみなされているためです。特にガソリン車や LP ガス車は排出ガスが多いとされ、13年経過後には自動車税が約 15%、 軽自動車では約 20% も増加します。ディーゼル車はさらに厳しく、他の車よりは2年早い11年経過時点で約 15% 増の重加が課されます。一方で電気自動車やハイブリッドカーなどのエコカーはこの重加の対象外となり、減税措置が受けられるため、より環境に優しい車への買い替えが促進されているのです。しかしこの制度に対して多くの批判が寄せられています。車を大切にしている人ほど税金が増えるのはおかしい、無理して買い替える方が環境には悪いのではないかなど、ユーザーからは怒りや疑問の声が上がっています。既存の車を長く使うことで廃棄物削減や製造過程での CO2 排出量を抑える効果もあります。そして重量税はもっと税負担が増えるんです。エコカー以外の軽自動車は13年未満の重量税は6600円です。しかし13年以上が経過すると8200円に負担が増えます。その増加率は約 24% です。そしてエコカー以外の普通車は13年未満の重量税は8200円から4万9200円です。しかし13年以上が経過すると1万1400円から6万8400円に負担が増えます。この増加率はなんと約 40% にもなります。エコカー以外の車を持つ人にとって非常に厳しい状況です。こうした制度が車の買い替えを促す目的で導入されていることは理解できます。しかし特に地方では車が生活の必需品であり、新車を頻繁に購入することが難しい現実があります。日本の自動車ユーザーにとってこの重加制度は厳しすぎるとの声が多いです。他国と比較しても日本の制度は特に厳しいと言えます。例えばイタリアでは20年以上経過した車はクラシックカーとして減税対象となり、30年以上経過すると自動車税が免除されます。これはかつて20年以上経過した中古車が大量に海外へ流出したことを受け、旧車文化を守るためにイタリア政府が導入した優遇措置です。同様にイギリスでは40年以上経過した自家用車は自動車税が免除されるなど、旧車への手厚い優遇制度があります。こうした外国の事例と比べると、日本の13年の重加制度は非常に厳格です。日本にも多くの素晴らしい旧車が存在する中、その文化を守るための政策が整っていないのは残念なことです。環境に配慮したエコカーを奨励することは大切です。しかし同時に、車を大切に乗り続けるユーザーや、旧車文化を守るための優遇措置も検討してほしいですね。自動車税の闇1位、ガソリンの二重課税。今回アンケートで1位になったのがガソリンの二重課税です。約4000名にアンケートを取った結果、 71% と圧倒的でした。まずガソリンと軽油では税金がかなり異なります。軽油は本体価格と石油石炭税に対して消費税 10% がかかります。そのため軽油取得税には課税されていません。
しかし、ガソリンは違います。ガソリンは本体価格と石油・石炭税、ガソリン税に対して消費税 10% がかかります。これがいわゆる二重課税ではないかと指摘する声が多いです。さらに、ガソリンの税金の割合が多すぎるという点についても疑問の声が上がっています。例えば、ガソリン1リットルが170円で販売されている場合の内訳を見てみましょう。ガソリン1リットル170円の場合の本体価格は98円です。それに対してガソリン税 28.7 円、ガソリン税 25.1 円、石油石炭税 2.8 円、消費税 15.4 円となります。1リットル170円に対して税金はなんと72円で、税金割合は 42% になります。半分近くが税金だなんて驚きですよね。それでは、ガソリン給油で年間どれくらいの税金を支払っているのでしょうか。ガソリンの全国平均消費量は472リットル。山口県が最多の753リットルとなっています。全国平均の年480リットルで考えてみましょう。1リットル170円の計算だと、年間のガソリン代は8万1600円になります。この場合の税負担額は年3万4000円です。ガソリン代だけならまだしも、車を所有しているだけで自動車税、重量税、車検などの支払いがあるので、これはかなり痛いです。ガソリン価格の上昇が続く中、負担軽減を図るためのトリガー条項にも注目が集まっています。これはガソリンの平均小売価格が1リットル160円を3ヶ月連続で超えた場合に、自動的にガソリン税率が1リットル 28.7 円に引き下げられるものです。消費者の負担を軽減することができるのですが、東日本大震災後の財政事情を理由に現在も発動が凍結されたままです。仮にこの条項が発動すれば、ガソリン1リットルあたり 25.1 円の減税が可能となり、年間にして1兆円以上の税収が減ると試算されています。現在インフレも相まって消費者の負担が増加しているため、ぜひ減税の動きを期待したいところです。そして皆さんからいただいたコメントもご紹介させていただきます。車検費用の大部分が重量税と自賠責保険で占められていて、とても高いと感じます。ガソリンの二重課税や暫定課税は撤廃してほしいです。この状況には納得がいきません。自動車は庶民でも手が届くようになったので、税負担は下げてほしいです。古い車に対する増税は不合理です。低所得者を狙い撃ちするような制度に感じます。電気自動車のオーナーはガソリン税を払わずに走行できていますが、その負担をガソリン車のオーナーが全て背負っているのは不平等だと感じています。など、70件以上のコメントをいただきました。ご回答ありがとうございました。最後に一つ質問です。自動車税は高いと思いますか？コメント欄で回答をお待ちしております。X と LINE でも発信をしていますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。また、NEX 工業のメンバーシップも募集中です。特典も用意していますので、合わせてご確認いただけると幸いです。今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。